はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、では続きをやっていきましょう。ジャンダルムですね、もう少し、登っていくことになりそうなので、まだまだあるな、見た感じだけど。でもさ、ここまで来たってことはだいぶ登ったよね。半分以上は来たと思うんだけどな。まあ小屋もあるし。でもさ、登ったってことはさ、降りなきゃいけないんだよね。やっぱり山を登るよりは海から行った方が良さそうな気がするんだけどな。この島の海事情がいまいちわからん。まあ、あのタコが出るっていうのはタコなんだかイカなんだかわかんないけど、あいつが出ないような浅瀬からさ回り込めないのかね。またこれ分かれてんな。どっちだ、下から行くか。ヘビがいるからサハド地帯だな、ここは。ほらほらほら、成長したようです。あれ、こいつ光るなんちゃら思っている。でもめったに出さないね、サハド。一回ぶっ倒れるとだいぶ時間のロスになった。よし、暖かい木。あれ、これなんかめっちゃ広いんだけど、なんか罠じゃね。痛い。おお、完熟マンゴー。誰かの非常食だったんだろうな。ここに完熟マンゴーを隠しておいて、っていうかさ、完熟マンゴー完熟させまくると腐っちゃうよね。多分置いた時は普通のマンゴーだったんだな。でアドルが取りに来た時に完熟化していたと。これもやっぱりな、そういうことか。一歩気づくのが遅かったな。なんとなく見た感じでんって思ったけど、思った時には時すでに遅しっていう。だってこれがあるもんね、普通に。よいしょっと。徐々に登ってってんだ。でこれを塞いで、こいつじゃなくてちょっとさっさとにしたい。さっさと、なんかなんでこんなにぶっ倒れるんだ。あとは登っていく感じか。ほら、ん、どっちだ。ちょっと広いよねこの山も。普通にこっちでいいのか。でとりあえずぶん殴って、なんてきつい登りでしょう。まあ確かにな。ジョーちゃんか、休むか、回復する。ここいいんじゃねえか。回復はしないか。もう少し進んでみましょう。ちょっとこの岩激しくないか。よし、奇妙な塊。まあ奇妙な塊もね全然いいですからね。で多分テクタイト鋼とかが鉄鉱石になると数いっぱい手に入るんだな、予想だけど。こいつは倒すか。よし、行くぜ。おら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 、一歩遅かったかな。おら、よし。おら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 、どこ行った。いけ、結構範囲広いな。食らわないと思ったんだけどな。おら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 、強い。やっぱりちょっとフラッシュガードを狙うとダメージも食らうから、モロハの剣だな。てか、いや、痛い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 、やばいな。スキルポーションもう一個使うか。おお、その代わり結構レアなものをめっちゃ手に入れた。てか、なんで蜂蜜を持ってんだ。あー、毒消しかー。だいぶ減ってきたね。まだまだいける。ジャンプして登っていかないっていうところがね。うわー、あいつがいる。逃げろ、ここはマジで逃げる。これを一回破壊してパクって突き抜けろ。こういうところもねちゃんとね
地図を埋めていかないといけないんで、温かい気がある。よし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 、めっちゃ頑張ってんね。あ、なんかなんちゃらの奇跡なのがこっちにありそうだな。あれか、なんでこんなところにさポツンと生えてんの。しかもめっちゃ風に揺られてるし。おっ、この木は早速持って帰ろうって、早いな。村に持ち帰ったら早速植えてやらねえとな。そっから？祈願の木を手に入れたって。え、木？木をそのまま植えるんだ。とんでもねえことすんな。セイレン麦。あれ、下いけるな。上は上で、あールートがあるね。一応ここ行けるようにして、下はなんだ、またショートカットが作れるのか。ん、え、どこどこ、これあれ、こっちから来たんだっけ。地図をちょっと見るか。あ、こっちから来たのか。全くちょっと地形が頭に入ってないな。いやいやいや、違う違う、こっちから来たわけないし。まあいいや、洞窟の中に入っていきましょう。無音だ、音がない。ただ敵も全然いないね。このまま走ってこう。うわー、これ絶対ボスだよ。ちょっと飯を食おう。攻撃力アップ、よし、これだな。まだまだいけます。これ飯の効果、あ、書いてあったね。さあ何が出てくる。今のは、え、気をつけてください。近くに古代種が潜んでいます。古代種、お前か。何回戦うんだこいつと。アバロドラキ、そんな名前だったっけ。こいつは漂流村を襲ったのと同じ。来ます、二人とも気をつけなさい。宿敵だな。ほら、よし、おーっと、こっちの方、倒せない。あー、これダメージはね食らわないけどね、とても軽いんだよね。ほら、あれ、めっちゃくちゃ減るな。まだまだいける。あ、そうか、血が出てるからだ。ちょっと厄介だなこれ。よし、これも使おう。おりゃおりゃおらおらおら、いいねいいねいいね、くらえ。おらおらおら、あ、でもなんかもうぶっ倒せそうだな。いいね、もうお前など敵ではない。でもとどめはさせないんだよね。
気絶させただけか。え、2戦目とかさすがないよね。立ち上がりやがった。やはりダメですか。アヌ、ここは一旦引いて。いざ、助立ち捕まつる。なんだ。誰これ。やっ。え、なんだ。超かわいそう。両目失った。古代種が逃げていきやがった。そんなことはないか。な、何が起こったんだ。とにかく助かったみたいですね。お前たち、ひょっとして人間か？え、何？人間を見るの初めてなの？お、女の子？お前さんは…リコッタ。もともとここに住んでた人？リコッタの名前はリコッタだ。どうぞごひいきに。さっきの小屋の中のもう一人の方か。お茶飲め。客が来たらお茶を出すって聞いたことあるぞ。ええ、ありがとうございます。出がらし茶じゃねえだろうな。あら、いい香り。香りに騙されたな。驚きました。とても美味しいです。確かにな、こんなものがここで飲めるとは。えっへん、リコッタ特製だ。茶葉から作った。そうなのですか。てか茶葉なんてどこにあんだよ。リコッタちゃんは本当にここで暮らしているのですね。まあな。それでお前たち誰だ。てかさ、一回小屋まで戻ったんだね。そもそもだけど。島の外から父上と同じだな。父上だって？親父さんがいるのか。本当の父上じゃない。でもリコッタに言葉を教えてくれた。なるほどな。血はつながってないってことか。まあむしろ血はね、つながっていない方が好都合だからね。今も言葉を絶賛勉強中だ。漂着物の本で言葉を。ひょっとしてお茶の入れ方も。しかり、本はとても大事。たくさん島の外のこと書いてある。へえ、なかなかの努力家みてえだな。リコッタ、すごいか。おうよ、大したおちびちゃんだぜ。えへん、実は頭割れるくらい頑張った。まあ頭脳派ではなさそうだからねこいつ。うん、まあ普通に助けてもらったお礼を言いましょう。気にするな。それよりお前たち父上見たか。父上っておちびちゃんのか。お前さん以外誰にも会ってないぜ。そうか、父上出かけたまま帰ってこない。どういうことですか。1ヶ月くらい前に山へ古代史の様子見に出かけた。でもそれからずっと帰ってない。リコッタ、父上探しに山へ出かけた。でも見つからなかった。そうか、そりゃ心配だな。
でもよ、よく一人で古代種だらけの場所を歩けるな。それはこれがあるからな。なになに。あ、さっきの弓矢。これは先ほど古代種を退散させた手投げ矢のようですね。弓も作った方がいいんじゃないのこれ投げるより。金属の矢、あと何本あるのだって。これ、この金属は古代種仕留められる。なんだって。確かに見たことのない不思議な金属のようですが、この金属の武器ならば古代種を倒せるということでしょうか。しかり、でもこの矢は最後の一本、作り方は父上しかわからない。まあ作り方っていうよりもさ、この金属がどこにあるかだよね。ガク、そうなのか。奴らをぶっ飛ばせると思ったんだがな。でもこれは大きな手がかりです。そういえばリコッタちゃん、そこの手帳はお父様のものですか。手帳？確かに父上のだ。ということは例の T がリコッタちゃんのお父様なのですね。どっかに名前書いてないの手帳に。父上の名前、タナトス・ベルダイン。一瞬で名前が判明したタナトス・ベルダイン、名前はかっこいいね。なるほどな、タナトスの T ってわけか。タナトス氏の安否が心配ですね。この島について知識もありそうですし、ぜひお会いしたいところですが、先へ進むには古代種への対策を考える必要がありそうですね。その矢に使われている金属さえ手に入ればな。アドル、なんとかならねえのか。なぜ俺に振る。そうだな。え、どっち、どっち戻るか進むか。一旦漂流村へ戻ってみんなで相談しよう。お、戻ってどうするんだ。いや、どうすんだって言われても。そうですね、カトリーンさんに相談するのはありかもしれません。そうだよそうだよ、その通りだよ。なるほど、あの姉さんなら何か知っているかもしれんな。お前たちどこかへ行くのか。君のお父さんに会いたいんだっていうか全然話の脈絡がないな。ああ、リコッタも連れて行け。父上を探すため武器の手がかりあるなら知りたい。お願いだ、父上に、父上に会いたい。まあ別に村に連れて行く分にはいいんじゃん。ここは一つわしからも頼むぜ。まあ置いていくわけにはいかないからね。ええ、当然です。なんといってもリコッタちゃんは私たちの命の恩人ですから。しかも追撃戦でさ、行きましょう。戦闘要員になりそうだからね。私たちと一緒に。本当か。ああ、ここにおちびちゃん一人を置いていくのも忍びないしな。感謝感激雨あられ。よろしく頼むぜ。それではみんなで漂流村へ戻るといたしましょう。ジョイ。リコッタがパーティーに加わったって。え、普通に何、仲間になったの。いるね。サハドと同じあれか。レベルは30。まあ、ちょっと使ってみますか。どうせだし。で、装備的なものは？ビーストガード。なんかボンボンみたいな、イチゴみたいなの持ってんね。まあ、とりあえず、あるもので、なんとかしますか。アイアンシールドつけて、アクセサリーは、ああ、これね。あれ？技師の帯を持ってたのか。
SP3 分の2とかな。まあ一応つけるとすれば、ボーンネックレスと、まあこれでもつけときますか。え、参る。ここじゃちょっと武器触れないね。追撃戦どころか。あれ、なるほど、結構早いな。打撃系にしては使いやすいぞ。なるほどなるほど。で普通の丸が何これ何今の罠。しかもさ結構早く消えたよね。バツは、あーなるほど、これ接近して使うやつだな。これは、あーなるほどなるほど。あーちょいちょい癖のある技だね。他なんか覚えてんのかな。てかみんなの技見てないからね、そもそも。試してるさ、試してるけどさ、こうやってじゃあ一旦戻るのか、漂流村に。幼女をとっ捕まえてきたぞ。クイナのライバルだな、幼女キャラとして。まあ確かにこうやって見るとだいぶ施設が整ったよな、最初に比べると。この見張り台がすごいよね、やっぱり。あれはなんだって、どれで。てかリコッタはさ、なんでここにいるの、そもそも。てかなんでみんな出てこないの、誰も出てきてなくねみんなどこ行ったの。まあ父親らしく見えますね。そんな顔に出てた。え、なになになに。心当たりがあるのか。そうか、ここグリーク地方か。あー出たね、ヒーローかね。それがわからないから困ってるんじゃないか。もう一回寝よう。寝て夢を見よう。お、ちょっと言ってみる。古い地層で見つかるかもしれない。
いやいやいや、頭おかしいと思われんぞ。ほら、この地域ですって。どの地域を。ああ、すげえな。なんでわかるんだ。あれ、なんかできた。この辺りから迎えるのではないでしょうかって。どうしてわかるの。俺この島のことまだ全然わかんないんだけど。この洞窟ってどの洞窟よ。より高温の炎か、効率のいい燃料か。ないものだらけだな。いやでもさ、もともとさ、イース大陸にあったさ、クレリアソードとか、こいつどうしたんだろう。イース5で手に入れた石四つブレードはなんか最初の方でなくしちゃったしね。あれ本当になくしちゃって終わりなの。もう手に入んないのかな。ちょっと薬をもらってこよう。そう考えるとさ、こいつめっちゃもったいないことしてるよね。古代イース王国で手に入れたのはクレリアでしょ。イース3で手に入れたのってなんだっけ、フレームソードとかだっけ、最強の武器。まあとりあえずあとサハド。あれ、なんかこいつが来てる。何やってんの。魚あげてないから暴れだしたか。リコッタン先輩。そうなの。すげえな。が？何？ああ、なるほどね。ああ、危険なやつ。切り裂き魔のことか。任せなさい。美味しい魚。お、マジで。追撃戦に参加することになった。ちょっととりあえずサハドに。領土。あれ？ちょっとサハド。
いやめちゃくちゃ苦労したんだよこの木持ってくんの。あと畑か、畑にも行かないといけないっすね。なんかの種を手に入れたんで、持ち帰った木を憩いの広場に植えることにしたって、簡単に言うよねこんなこんな木どうやって持ってきたんだよ本当に。よし、いいこと言うね。あ、そうなの。てかここのさ女性陣はさ既婚率が高いよね、残念なことに。シスターって結婚してんのかな。でも教会に仕えるものってなんかあんまり結婚してるイメージがないんだけどな。なんかちょっと怖くないこれこう垂れ下がってんの。立派か？うん、みんないい顔だった。白肉10個。お前自分で食えよそれ。いやー今サハドじゃなくてちょっとねリコッタに頼ってるからね。サハドの好感度が上がった。お、ヒットポイントが上がった。やったね。これアドルもついでに増えますね。あとちょっと畑に行きましょう。こいつに話せばいいのかな。パプリカの種。適当に育てとくからって。あれまだなんかなかったっけ？もう一個くらい。あれ？まだこれしかない。まあ、収穫しましょう。すんぎっぱんな。9個。てかナスビとかさ育つの早えな。いやマジでもう食物には困らないね。悩める少年だな。いやむしろクイナこそさなんか仕事してんの。ヒーロカネ。まあ、まだあんまり素材は揃ってないから、あとハシビじゃなくてなんだこいつ、ハシビロコいいのか。魚をあげるか。ボレうまいか。
もうあげられるもん全部あげよう。サーモン。どうだ？うまいか？で？リュンか。おお、満足してくれた。お、お礼にシールドピアスもらった。あ、いいね。じゃ、魚はいっぱい釣った方がいいんだ。でも魚釣るのね、めんどくさいからね。まあやるとしたらちょっと裏方でやりますか。まあ防御が上がるよね、そりゃ。シールドピアスだから。よし、じゃあ次はここへ向かうのかな。こっちもあるけどね。こっから行くって言ってたか。これどこ、そもそも。一回、ここに移動すればいいのかな。おっとっと。というところで、じゃあ次回はヒーロー金を求めて、また探索を進めていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。